カウキャッチャーカウキャッチャーを持つ、鉄道車両の例、釧路鉄道新前後交代系カウキャッチャーを持つ、中国国鉄東方クれない3型ディーゼル、機関車救助網を装備した初期の路面電車、カウキャッチャーとは、鉄道車両の全部に付けられる牛よけのカラス機上の部品、廃送機の一種、蒸気機関車やディーゼル機関車などの全面下部に付けられることがある。 牛などをできるだけ傷つけずに、救うように受け止めて、左右に跳ね飛ばすためのラすき、またはバンパー状の金属部品である。受け止めるという意味の、キャッチャーという名がついているが、実際の用途はむしろ逆である。もともとは、19世紀のアメリカ西部の蒸気機関車に多く装着されていた。明治時代の北海道開拓で使用された有名な蒸気機関車である。 ヨシツネ号や弁慶号も当時のアメリカの機関車をそのまま輸入したため、これを装着している。原野を走る区間が長いアメリカ、中国などでは、線路上に大型動物が入り込むことが多く、幹線で運用される大半の蒸気機関車に装着された。日本製の蒸気機関車でも台湾、満州国、ベトナムなどに輸出されたものには、現地で装着された例がある。 蒸気機関車以外の鉄道車両では、明治時代、大正時代の路面電車が人身事故がよく起きたため、全面下部に救助網を取り付け、人を傷つけずに受け止めるようにしていた。実際にキャッチするための部品であるが、これは、カウキャッチャーとは呼ばれない。その後の鉄道車両では、高速化が進んで、カウキャッチャーで傷つけずに飛ばすことは無理となり、だんだん先が交代して、短くなり、 これに代わって、板状のスカートや廃唱器が使用されるようになったため、現在では実用の鉄道車両にはほとんど用いられていない。ありがとうございます。